イザヤ書第10章。災いなるかな、不義の判決を下す者、暴虐の宣告を書き記す者。彼らは乏しい者の訴えを引き受けず、我が民のうちの貧しい者の権利を剥ぎ、家父の資産を奪い、みなしごの者をかすめる。あなた方は刑罰の日が来たなら何しようとするのか。大風が遠くから来るとき何をしようとするのか。あなた方は逃れていって誰に助けを求めようとするのか。またどこにあなた方の富を残そうとするのか。ただ捕らわれた者の中にかがみ、殺された者の中に伏し倒れるのみだ。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。ああ、アッスリアは我が怒りの杖、我が憤りの鞭だ。私は彼を使わして不信の国を攻め、彼に命じて我が怒りの民を攻め、かすめ奪わせ、彼らを巷の泥のように踏みにじらせる。しかし彼はそのようには思わず、その心もそのようには考えず、かえってその心は滅ぼすことを思い、あまたの国々を倒そうとする。彼は言う、我が諸侯は皆王ではないか。カルノはカルケミシのようではないか。ハマテはアルパデのようではないか。サマリアはダマスコのようではないか。我が手は偶像に仕える国々に伸びた。その彫った像はエルサレムおよびサマリアのものに勝っていた。私はサマリアとその偶像に行ったように、エルサレムとその偶像に行わぬであろうか。主がシオンの山とエルサレムとにそうなそうとすることをことごとく成し遂げられた時、主はアッスリア王の無礼な言葉とその高ぶりとを罰せられる。彼は言う、我が手の力により、また我が知恵によって私はこれを成した。私は賢いからである。私は諸々の民の境を除き、その財宝を奪った。また私は大牛のように位に座する者を引き下ろした。我が手は巣を取るように諸々の民の富を得た。また私は人々が捨てられた卵を集めるように全地を取り集めた。あるいは翼を動かし、あるいは口を開き、あるいはぺちゃくちゃ言うものもなかった。斧はそれを用いて切る者に向かって自分を誇ることができようか。ノコギリはそれを動かす者に向かって自ら高ぶることができようか。これはあたかも鞭が自分を上げる者を動かし、杖が木でない者を上げようとするのに等しい。それゆえ主、万軍の主はその肥えた勇士の中に病気を送って衰えさせ、その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。イスラエルの光は火となり、その聖者は炎となり、その茨とおどろとを一日のうちに焼き滅ぼす。またその林と土肥えた田畑の栄を、魂も体も二つながら滅ぼし、やめる者の痩せ衰える時のようにされる。その林の木の残りのものはわずかであって、わらべもそれをかき留めることができる。その日にはイスラエルの残りのものとヤコブの家の生き残ったものとは、もはや自分たちを撃った者に頼らず、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りの者すなわちヤコブの残りの者は滞納の神に変える。あなたの民イスラエルは海の砂のようであっても、そのうちの残りの者だけが帰ってくる。滅びはすでに定まり、義であふれている。主、万軍の主は定められた滅びを全地に行われる。それゆえ主、万軍の主はこう言われる。
シオンに住む我が民よ、アッスリア人がエジプト人がしたように、鞭を持ってあなたを打ち、杖を上げてあなたを責めても彼らを恐れてはならない。ただしばらくして我が憤りはやみ、我が怒りは彼らを滅ぼすからである。万軍の主は昔ミディアン人をオレブの岩で撃たれた時のように彼らに向かって鞭を振るわれる。またその杖を海の上に伸ばし、エジプトでなされたようにそれをあげられる。その日には彼の重荷はあなたの肩から降り、彼の首輝きはあなたの首から離れる。彼はリンモンから登り、アイアテに来たり、ミグロンを過ぎ、ミクマシでその氷をとどめ、私を過ぎてゲバに宿る。ラマはおののき、サウルのギベアは逃げ去った。ガレムの娘よ、声を上げて叫べ。ライシよ、耳を傾けよ。アナトテよ、彼に答えよ。マデメナは逃げ去り、ゲビムの民は隠れ場を求めた。この日彼はノブに立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かってその手を振る。見よ、主、万軍の主は恐ろしい力を持って枝を切り下ろされる。竹の高いものも切り落とされ、そびえ立つものは低くされる。主は斧を持って茂り合う林を切られる。見事な木の茂るレバノンも倒される。